アクティブセンターディファレンシャルとは、三菱自動車工業が開発した、アクティブディファレンシャルの一つ。トランスファーとセンターディファレンシャルの中間に、電子制御の油圧ポンプと大いタクラッチを配置し、結合割合を変えるシステム。センターで不独立で作動するのではなく、ハンドル角、ホイールセンサ、ブレーキセンサ、溶レートセンサの車両の旋回状況の情報を専用 CPU が、 統合、制御して、作動をコントロールする。ACD は、他社の一般的なアクティブデファレンシャル、前後車軸へのイニシャルトルク配分自体を変えるのでは、なく、前後車軸へのイニシャルトルク配分自体は常に50、50と固定した上で、センターデフ自体の連結状態を変化させ、作動制限の割合を変える機構である。前後いずれかのイニシャルトルクが失われる状態には、ならず、 原則方向での作動もする。また、直結時の結合力は、一般的なビクウ式 LSD よりも高く設定され、パートタイム 4WD 車の完全直結から完全フリーの状態まで、結合能力を変化させられる。また、サイドブレーキを引くと、センターデフの作動制限をフリーにすることも可能。ありがとうございます。